おはようございます。今日も海にやってきました。今日はなんとですね、ノープランです。雨が1週間降り続くかと思いきや、なんかぽっかり止んだんで、大好きな雨上がりが仕上がったわけですね。だもんでね、急遽ノープランでやってきました。ちょっとまだリールがね、長年お世話になったステラが死んでからどうしようかなと思って、とりあえずダイソーのリールつけ中やね。これでまだええもん釣ってないんで、ダイソーリールで巨シーバスでも仕留めて、でまたなんかね、直すなり買い替えるなり、リールのこともやっていこうと思います。ダイソーリールもね、なかなかドラゴンが派手で面白いけどね、なんせね、魚がかかってからが重たい。めちゃくちゃ重たいです。シーバス何匹か釣ってみたけど、やっぱりリールのパワーが圧倒的ない。今日も使うはこの辺ですね。ダイソー VJ とセリアのシャットミノ、もちろん最近お気に入りのセリアの方から行ってみます。よし、 OK。 ドラグがね、マジでドラグの滑らかさはゼロやき、ダイソーリール、そこだけがちょっと怖い。釣れるまではええがやね。釣れてからがちょっと重いのと、あとドラグが滑らかに出ん。ドラグ緩めで、ハンドドラグにしようかな。ドラグ緩めで、ハンドドラグにしよう。じゃないと糸切れる。斎藤目追跡者ゼロ。来た時にね、車が出て行きよったり、ひょっとしたら先行者がおったのかもしれん。さっきまでルアー投げ倒しよったみたいな状況かもしれんけど、まあ、今は誰もおらんがね。ただ今日もゴミが流れるし、ベイトはおらんし、あんまりよろしい状況ではないね。ワカメがついてくる、ワカメが。そうなんて、最近ゴミが多いだよ。あ、来た、来た。ハンドドラグむず、ちょっと締める。ハンドドラグしながら負けんやん。来たね。ちょ、むずいぞ。あ、でかやば、でかやば、でかでっか。タモを準備。これちょっとでっか。やっぱ雨上がりやん。大好きな雨上がり。あとはね、このセリアのフック変えちゃわないかんかった。ここに来て急に不安になった。はい、でかいぞ。70はいったね。よしよし、これはいけそう、これはいけそうだ。跳ねる。よっしゃ、次のターンで、ありがとうございます。いった、今のうまかった。怖っ、ちょっとこれでかいんちゃう、マジで。これは重たい。これは重たい。最近で一番重たい。あ、やば、でか。やば、でか。はぁ、あ、いった。二の、四の、七十。いった。
ほう、重たかった。ガッポシ丸飲み。うわこれ外れんろ。ルアガッポシ丸飲んじゅ。これ見てください。ルアガッポシ丸飲んじょうよ。これは外れんわね。ただ前にねリーダー4号やったらこれでね切られただよね。いやでかい。久々にこれ重たいもん。20、40、60、75ぐらいかな。超でかいっす。やりました。ダイソーリールでダイソーリールでほらダイソーリールで釣れましたわ。ありがとうございます。これルアー取るの大変やけどちょっと頑張ります。針が意外と大丈夫や。一本だけ曲がった。これ外すときに曲がったやん。二本曲がっちゃったけど、これ多分外すときに曲がったやつで、意外と大丈夫ということですね。はい。と。はい。じゃあね、丸飲みされたんで、リーダーくくり直して、もう一回やってみましょう。ちょっとね、ハンドドラグがね、無理でしたね。いやー面白かった。2、3投目に来たきね。まだまだ今日は釣れるがじゃないのか。雨上がりえぐいわ。そしてねドラグですけど、やっぱりダイソーリール厳しい。大物相手だとかなり厳しい。ハンドドラグでいけるんやないのかと思ったけど、これ最初の何やろ、あの青物の走りとかを調整するのはハンドドラグできるけど、シーバスのファイト中のハンドドラグは無理やねん。だってあの負けんもん。巻くのが仕事やきね。巻いて寄せてくるのが仕事やのにね、片手塞がるわけやきね。ドラグに右手でやるのは無理やろ。そうか、青物みたいに長い距離走らんき必要ないがやね。必要ないとかできんわね。だから結局手首の弾力、それでなんとか しのぎましたけど、技一つやん。フライ目発見。今日はまたでかいのが連発しそうな予感。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。またよろしくお願いします。